貧乏人の管理人さん、大変ね。そう言って俺を嘲笑う元カノ。そこから俺がどんなにかわいそうで、自分がどんなに今いい暮らしをしているか話してきた。貧乏には一生無理ね。正直、あの彼女がこんな風になってしまったとショックを受けたが、俺の一言で彼女は黙る。先月の家賃未納ですよ。え？聞こえませんでした？先月の家賃滞納してますよね。ちょっとした意趣返しのつもりだった。しかし元カノはさらに罵倒してくる。ミカちゃん、ストップ。それを止めた人物のおかげで俺たちの人生は変わることになる。俺は小林秀樹、30代半ばで恋人もなく独身貴族を気取っている。学生時代に俺の両親が亡くなった関係で、社会人になって初めの頃は忙しい日々を送っていた。それでも社会人になって数年もすれば、心身ともに余裕ができるようになった。また貯金もそれなりに溜まっている。誰にも頼れない状態なのは変わらない。それでも穏やかな日々を過ごしていたのだ。当時の俺には飯田美香という恋人がいた。小林くんってなんだか面白いね。そうかな。飯田さんはおしゃれだね。ありがとう。小林くんの連絡先が欲しいかな。友人が開催した合コン、そこで出会った美香は俺と同い年のアパレル店員だった。洋服が大好きで、給料のほとんどを洋服に使っていた。キラキラと輝く笑顔でコーディネートを考える美香を見ているのが俺は好きだった。彼女となら幸せな家庭を築ける。本気でそう思っていたのだ。若いうちしか今のブランドの店員はできないんだよね。そうなの？うん、うちのアパレルは10代向けだから、その前に結婚したいな。ミカからその言葉をよく聞いていたので、今がプロポーズの時だと思っていた。どんなプロポーズをしようか、彼女はどんな顔をするか、そんなことを考えながら幸せな気分で計画を立てていた。時々友達にも相談し、その日まであともう少しという時だった。秀樹、私と別れてください。ミカから突然別れを告げられる。俺はその言葉を聞いて固まることしかできなかった。他に好きな人ができたから別れてほしい。もう彼のことしか考えられない。俺の思考は完全に停止しており、その時彼女がどんな顔で言っていたのかも覚えていない。ごめんなさい、本当にごめんなさい。そうか、幸せになれよ。謝罪してくるミカに俺はそんな言葉しかかけてやることができなかった。そのまま彼女とは別れたのである。ミカはすぐに俺との連絡先を拒否したのか、それ以降彼女とは連絡が取れなくなった。一人になった俺は裏切られたような気持ちでいっぱいになった。同時に、どうしてもっと問い詰めなかったのだろうと思った。まあ、その時にはもう手遅れだったのだが、それから俺は仕事に励もうとした。仕事で失恋の痛みを忘れようとしていたのだ。しかし不運は重なるもので、会社の業績が落ち込み、俺は人員整理の対象になってしまう。そして俺はリストラされた。急だったこともあり、俺はひとまずファストフードでアルバイトを始めた。いらっしゃ。あ。するとミカが一人で来店してきた。ミカは確かに俺を見たはずだ。ミカ。あの時言えなかったことを言おうと思い、声をかけようとした。しかし、ミカは俺を無視して去っていく。それに、俺はものすごく落ち込んだ。もう、彼女には俺に興味がないのか。そんな考えはやがて、悔しいという思いに変わった。いつか彼女を見返してやりたい。俺はそう心に決め、一からやり直すことを決意した。それから10年の月日が経過し、よし、綺麗になった。今の俺は
マンションで日課の掃除をしている。マンションのエントランスや植木の手入れなども趣味の延長として行っていた。俺はピカピカになったエントランスを見て満足する。他にも綺麗に磨いた窓や季節折々の花が咲く植木。普段から綺麗にしているから、もともとそんなに汚れていなかったが、それでもこうして目の前で綺麗になると気持ちがいいものだ。おはようございます。そんな俺に一人のイケメンな男性が声をかけてきた。おはようございます、ヒカルさん。今日も秀樹さんのおかげでピカピカですね。あはは、ありがとうございます。俺に声をかけてきた彼は山口ヒカルという名前でファッションモデルをしている。日本人としては珍しく世界的なファッション誌の表紙を飾ったことがある有名人だ。俺はあまりファッションに興味ないが、何度か彼が表紙を飾っている雑誌を見かけたので、なんとなく知っていた。そんな彼はプライベートを全く明らかにしないミステリアスなモデルだ。このマンションに自宅があるというのも秘密なのだ。もちろん、俺も彼の存在を絶対に言わないようにしている。今日もいい天気ですね。ほんと、今日も暑くなりそうなので、熱中症には気をつけてくださいね。ありがとうございます。ヒカルさんが気さくな雰囲気で声をかけてくる。彼の仕事での顔とは全く違う庶民的な雰囲気。どちらかというと、俺はその庶民的な雰囲気の方が好きだ。そんなヒカルさんは、私も掃除が好きなんですよ。綺麗になると気持ちがいいんですよね。そう言い、時には手伝おうとしてくることもある。俺はその度に何度も断るが、高身長のヒカルさんが手伝ってくれるとはかどるため、時にはお願いすることもあるのだった。今日は手伝えることなさそうですね。そうですね。ああ、近々電灯周辺の掃除をする予定なので、その時はよろしくお願いします。喜んで。そう言って笑う彼は、モデルらしい綺麗な笑顔を浮かべた。やっぱりモデルさんですね。話してるとちょっと気遅れしちゃいます。そんな、気負わないでくださいよ。秀樹さんと話すの楽しいんですから。はい、わかりました。あ、そろそろ行かないとまずいんじゃないですか？あ、やばい。じゃあ、掃除するときは声をかけてくださいよ。そう言ってあっという間にいなくなる彼を見送る。彼は本当にいい人間だと思う。それに、プライベートの彼はなんだか弟みたいな感じで、つい応援したくなってしまう。他にもたくさんの人がこのマンションを利用しているが、今のところ特に大きな問題もない。住民にも恵まれ、俺は穏やかな日常を送っていた。あ、秀樹さん。ああ、ヒカルさん、こんにちは。はい、こんにちは。ある日、いつものように掃除をしていると、いつものようにヒカルさんが声をかけてきた。しかし、いつもと違うことが一つだけ。彼の隣には、一人の女性がいた。その女性は、ミカ。え、ヒデキ？元カノのミカだった。俺たちはお互いに驚き、固まってしまった。まさか、こんなところで彼女と会うなんて。ミカちゃん、彼はマンションの管理人だよ。もしかして、知り合い？ヒカルさんの言葉にハッとなり、ようやく動けるようになる。同じようにハッとなったミカはすぐに苦笑した。あー、うん、知り合いだった。ミカはヒカルさんの手前か、俺のことは元彼とは言わずに、あくまで知り合いと言ってきた。へえ、そんな偶然があるんだね。そう、ね。せっかくだから三人で。ヒカル、これから仕事だよ。あ、やば。じゃあ、秀樹さんまたね。二人は急いだようにバタバタと出て行った。気のせいかもしれないが、ミカが最後に振り返った気がした。ミカ、元気そうだったな。二人の背を見送って、俺は驚きながらも一人つぶやいた。あの二人、付き合っているのだろうか。ヒカルさんはとってもイケメンだし、ミカも容姿が整っている。合コンの時だって一番人気だった。俺は素直に、美男美女でお似合いだなと思った。
俺はミカに対する未練など全くないつもりだ。あの時言っていた好きな人ってヒカルさんだったのか。確かにヒカルさん相手なら俺なんて眼中からなくなるわな。俺はそう納得し、掃除の続きをした。なんとなくミカの後ろ姿が俺の脳裏に残っていた。10年ぶりだったが、すぐにわかるくらい彼女は変わっていなかった。ミカと会ったせいか、彼女と付き合っていた頃のことを思い出す。交際当時、彼女は洋服代にお金を使っていたし、俺も貯金にほとんどを回していたので、金を使うようなデートをしなかった。公園でお弁当を広げたり、おうちデートしたり。いい思い出だな。きっと、あんなに素敵な彼氏がいて、ミカも幸せになっているだろう。俺も負けていられないな。そのためにも、今日も頑張るか。それから数日後。どうも。俺はミカとエントランスでばったり再会した。こんにちは。失礼します。ねえ、管理人さん。挨拶だけして通り過ぎようとするが、声をかけられたので立ち止まる。いつもお掃除してるのね。貧乏人は大変ね。え？だってそうでしょ？貧乏人の管理人さん。大変ね。そう言って嘲笑ってくるミカに思わず固まり、彼女を見つめた。そんな俺に気づいているのかわからないが、一方的に話をしてくる。私はね、このマンションの最上階に住んでるの。このタワマンは景色が最高ね。富士山まで見えるのよ。はあ。機嫌良さそうに自慢してくる彼女に、俺は気の抜けた返事しかできなかった。遮るものが何もないって、こんなに開放感があるのね。あんたみたいな貧乏には一生無理ね。調子よくペラペラと自慢し、俺を見下してくるミカ。時の流れって残酷だな。あの頃の彼女は本当にいい子だったのに。それは良かったですね。俺はそんな彼女に笑顔でそう言った。そして、うちのマンションの展望を気に入っていただいて、オーナーとして嬉しいです。は？そう言って頭を下げた。そして、わざとらしく言いづらそうな表情を作る。あ、そうそう。先月の家賃未納ですよ。え？聞こえませんでした？先月の家賃、滞納してますよね。俺の言葉が理解できないのか、彼女は動揺したように俺を見てきた。それに俺はもう一度笑顔を作る。すぐに振り込んでくださいと、ヒカルさんにお伝えください。ヒカルさんは忙しいのか、たまにこういうことがある。しかし、遅れても俺が言えばしっかりと振り込みをしてくれるので、問題はない。それに、いつも謝罪してちょっとしたお詫びもくれるので、大ごとにしたこともない。なので、今回のはちょっとした意趣返しのつもりだった。え、オーナー？一方でミカが目を大きく開き、呆然としていた。俺は彼女の言葉にうなずく。僕はこのマンションのオーナーですよ。ヒカルさんから聞いてませんか？その問いかけに、ミカは呆然としたまま首を横に振った。管理人だとしか聞いてない。だって、あんたファストフードでバイトしてたじゃない。一体いつの話をしてるんだ。俺がバイトをしていたのは、もう随分昔のことで、バイトをしていたのは一年ほどだ。その後、俺は以前から興味のあった不動産投資を始めた。独学で四苦八苦しながらだったが、やってみれば大当たり。購入した土地が再開発のために高く売れ、その後もわらしべ長者的にどんどん成長していったのだ。どうやら俺には才能があったらしい。今では不動産業が軌道に乗り、いくつかのマンションを所有している。この賃貸マンションはその中でも一番気に入っており、俺自身も住んでいるのだった。だから、こういった清掃活動は完全に俺の趣味。まあ、みんなに管理人と間違われるんだけど。何よ。オーナーだから何だって言うのよ。ミカ。今良くても、どうせあんた程度じゃ、
あっという間に失敗して無一文になるわ。調子に乗らないで。ミカは俺がオーナーだと知ってからも罵倒を続けた。ただの成金じゃない。運が良かっただけよ。あんたなんかすぐに没落するわ。そう言ってくるミカに、俺は困り果ててしまった。何を言っても聞かない、というわけはなく、なんとなくミカの表情が無理しているように思えたからだ。彼女はもともと誰かの悪口を言うような人じゃない。むしろ悪口を言う人を制するようなタイプだ。ミカちゃん、ストップ。その時、とある人物が彼女に声をかけた。それは、ヒカル。ヒカルさん。それ以上はダメだよ。困ったような表情をしているヒカルさんだった。秀樹さん、彼女が本当に申し訳ありません。あ、いえ。ヒカルさんは俺にしっかりと頭を下げて謝罪した。そんな彼に、俺は思わず戸惑ってしまう。彼女には守りたいものがあるだけなんです。ちょっとヒカル！そう言い出したヒカルさんをミカが止めようとする。しかし、それに対してヒカルさんは笑顔を向けた。秀樹さんは信頼できると思うよ。そう言い、ヒカルさんはまた俺を見る。実は僕には秘密があるんです。ミカちゃんはそれを隠そうとしてくれているだけなんです。ミカちゃんはずっと僕の味方だった。彼女がいたから、今の僕がある。そんなに思い合っているんだな。俺は二人に微笑んだ。二人は本当に仲がいいんですね。親友ですから。きっぱりと即答されたことに、思わず首をかしげる。恋人じゃないんですか？そう尋ねると、ヒカルさんは一度うつむき、意を決したように口を開いた。実は私、女性なんです。ヒカルさんの告白に、俺は驚いて固まった。そんな俺にヒカルさんは苦笑する。私は心も体も女性です。周りからは男性だと思われているけど、プロフィールの性別欄は空欄になっています。ちなみに、男性の恋人もいます。そこから俺はヒカルさんに詳しい話を聞く。ジェンダーレスなモデルを目指していたら、周りが男性だと認識してしまったらしい。それにより、今は女性だということが周りにバレないように生活をしてるそうだ。ミカは、ヒカルさんがデビューする前からの知り合い。今は専属のスタイリストとして、スタイリングを手掛けてくれている。ミカちゃんは、私の秘密を知る数少ない人物の一人です。女性として必要なものは彼女に頼んでいます。私は、ミカちゃんがいないと、満足に生活すらできません。ヒカルさんの話は、俺にとって驚きの連続だった。なんとか理解するまでに、それなりの時間を要した。そこでヒカルさんのパスポートを見せてもらって、納得することができたのだ。ミカちゃんは私の秘密を守りたかったから、秀樹さんに辛く当たっていたんです。どうしてわざわざ？先日再会した時、秀樹さんは勘がいいから、秘密がバレてしまうかもしれないと心配していました。その通りよ。もう二度と私やヒカルに会いたくないと思ってもらいたかったの。ミカはうつむきながらヒカルさんの言葉にうなずいた。どうやら会うのをお互いに避ければ秘密がバレることもないからと思ったらしい。ミカも親友の秘密を守ろうと必死だったんだな。でもヒカルの言う通り味方に引き込んだ方が良かったわね。本当にごめんなさい。そう言って、ミカは頭を下げた。ひどいことを言ってごめんなさい。私のことはどう思ってもいいけど、ヒカルの秘密だけは守ってください。私のことはどう思っても、が、なんだ、彼女は変わってなんかいなかったんだ。他人のことを思える優しいミカのままだった。秘密を周りに話すつもりはないよ。住民の個人情報は絶対に漏らさない。笑顔で、俺は二人としっかり約束したのだった。おはよう、秀樹。おはようございます、秀樹さん。二人ともおはよう。今日は早いんだね。その後、ヒカルさんやミカは、俺に気さくに話しかけてくれるようになった。ヒカルさんとミカはルームシェアをしているそうだ。そのことに思わず心配してしまう。
一緒に住んでいることがバレたら大変じゃないか。このマンションはセキュリティがしっかりしているから大丈夫。ね、オーナー。俺の心配に笑って答えるミカ。これは信頼に応えないとな。俺はセキュリティを一層強化しようと思うのだった。そんな中、俺はミカと二人で話す機会が訪れた。あれ、秀樹？あ、ミカ、お前も飲むのか？そのつもり、相席しても？どうぞ。近くのバーで一人で飲んでいた時、ミカが現れたのだ。俺たちは自然と二人で飲み始める。それからはお互いの身の上話をした。俺の話が終わると、ミカも昔のことを語り始める。あの時、突然別れを告げたのは、ヒカルのスタイリストとして働いていこうと決めたからなの。ちょうどその頃、年齢の関係で、10代向けのブランド店では働き続けるのが難しいと感じていたそうだ。それくらいの時に、店に客として訪れたヒカルさんと仲良くなった。彼女の服を選んでいる時、とても充実してたわ。ヒカルに似合うコーディネートを考えるのが楽しくて、いろんな店を回って勉強し始めたの。その頃、俺が結婚を考えていることを友達経由で知ったそうだ。結婚したら仕事が続けられないと判断。たとえ私と一緒になっても、家庭を持つのはずっとずっと先になってしまう。なら、別れた方が俺のためになるだろうと思った。だから、あの時、他に好きな人がいる、と言って別れた。俺がリストラにあったのを噂で聞き、様子を見にファストフード店まで顔を出した。しかし、自分から振った上に、ヒカルさんの秘密のこともあり、俺を無視したらしい。そう、だったのか。ミカの言葉に、俺は驚きを隠せずにいた。あの頃、ミカに振られて仕事もリストラされて、人生のどん底を味わった。しかし、今考えてみると、今の成功は、あのどん底があったからだ。いろいろ苦労したせいか、達観していると自分でも思っている。独り身だからこそ、いろいろと挑戦できたこともあるのだ。思い切った投資などは、その最もたるもの。もし失敗したとしても、自分だけがリスクを負うものだと考えれば、どんなことでも挑戦できた。それに、彼女を見返してやるという思いが俺を突き動かした。あの時、別れたからこそ、今があるんだな。そうね。俺の言葉に笑うミカ。その表情は昔と変わらず綺麗だった。いろいろ大変だったし、苦しい思いもいっぱいした。何一つ無駄なことはなかったよ。俺は苦労した日々のことを思い出しながらつぶやく。ミカは微笑んで話を聞いてくれるのだった。その時は、とても心地よかった。秀樹さん、こんにちは。あ、ヒカルさん。ある日、俺はヒカルさんに声をかけられた。いつも通り穏やかな笑顔を浮かべており、俺もいつも通り笑顔で返す。手伝いますよ。ありがとうございます。いつものように掃除をしていると、ヒカルさんもそう言ってくれたので任せることにした。もう断るのは諦めた。まあ、もともと俺も趣味でやっているようなものだし。それから世間話をしながら掃除をする。秀樹さんはミカちゃんのことどう思います？もう一度付き合いたいと思いません？突然そんなことを尋ねられ、俺はバケツの中の汚水をぶちまけそうになった。まあ、一度別れているから。俺は何とか持ち直してそうごまかそうとした。そんな俺の心情を察しているのか、ヒカルさんはにっこりと微笑む。ミカちゃんって、モデル仲間から人気があるんです。彼女美人だし、優しいし真面目だし。秀樹さんにその気がないなら、ミカちゃんに誰か紹介しようかと思ってるんですけど。ちょっと待って。ヒカルさんの言葉に、ほぼ反射でそう言ってしまう。はっとした俺に対し、ヒカルさんは先ほどまでとは違う。にんまりと、モデルらしからぬ笑みを浮かべた。ちょっとだけなら待ちます。でも、私もミカちゃんに足合わせになってもらいたいので。ちなみに、それはいつまで？
ミカちゃんの気持ち次第なのは大前提だけど、2週間経っても何もなかったら合コンをセッティングしちゃうから。そう期限を伝えてヒカルさんは去っていった。2週間、まずいな。俺は慌ててしまい、思わず頭を抱える。実は俺は明日から出張で海外に行くことになっていた。なので実質期限は今日しかない。どうしよう、困ったな。俺は焦りのせいで掃除なんてできない状態に陥った。秀樹、珍しいわね、あなたが掃除を中断してるなんて。そこにミカが現れた。ヒカルは先に行っちゃったかな。さっき出て行ったよ。尋ねてくるミカに俺は彼女の顔がうまく見れない状態で教えた。私、あさってまで大阪に行ってくるから。ミカの言葉に俺は頭が真っ白になる。つまり、この機会を逃せば、ミカは別の人と。じゃあ、お土産いっぱい買ってくるから。待ってくれ。え、何？どうしたの？慌てて呼び止めた俺に、ミカが不審そうな表情を浮かべた。俺は意を決して、ミカを見つめる。もう一度、僕と付き合ってほしい。俺は気づいた時には、大声で叫んでいた。周りに響く大声に、ミカは顔を赤くして怒る。ちょっと、恥ずかしい。何言ってるの？俺は慌ててヒカルさんに言われたことを説明した。ミカは俺の話を聞いてため息をつく。合コンなんて誘われても行かないし。そっか。でも、私も付き合うなら秀樹がいいかなって思ってた。秀樹以外、考えられなかった。その言葉に、俺は喜びでミカを抱きしめた。ミカは小さな声で、もう、と言っていたが、抵抗なく抱きしめられている。よかったな、小林さん。おめでとう。俺の大声に集まってきた他の人々にお祝いされる。その中には、ヒカルさんもいたのだった。その後、ミカはヒカルさんとのルームシェアを解消し、俺の部屋に住むことになった。秀樹さん、ミカちゃん、遊びに来たよ。あら、ヒカルってばまた来たの？いらっしゃい、ゆっくりしていって。しかし、俺たちの部屋にはしょっちゅうヒカルさんが遊びに来ていた。もうほとんど三人暮らししているようなものだ。だって、私一人で寂しいんだもん。ヒカルさんの恋人は海外に住んでいて、なかなか会えないらしい。まあ、うちのタワマンの部屋は広いからな。今まで誰かと一緒にいたのに、急に一人になって寂しくなるのもわからないでもない。そういえば、ヒカルさんの恋人ってどんな人？この人だよ。俺の問いかけに、ヒカルさんは雑誌を差し出してきた。そこにいたのは、超イケメンな男性モデル。私の好みは、私より背が高い人なの。そう言って笑うヒカルさん。彼女の身長は180センチ。俺は180には届かず、平均身長よりは少し上程度。秀樹がヒカルの好みじゃなくてよかった。そう言って笑うミカに、俺はなんだか複雑な気持ちになるのだった。ヒカルさんはモデルとして大いに飛躍していく。その隣には、いつもミカの姿があった。ミカはスタイリストとしてヒカルさんだけでなく、他のモデルのプロデュースも始めた。忙しく日本中を飛び回るミカが帰ってくる場所をしっかり整えることが、俺のできることだと思っている。ただいま、秀樹。ただいま、秀樹さん。ミカもヒカルさんもお帰り。俺のマンションで二人を迎えるのが俺の新しい日課となっている。笑顔で帰ってくる二人に俺も微笑んだ。なんか、秀樹さんに迎えられるとほっとする。それが秀樹の魅力なのよ。笑い合う二人に俺は苦笑する。まあ、帰ってきて安心できる場所が作れているならよかった。ねえ、二人って結婚しないの？え？急に何を言うの、ヒカル。また突然言われたことに俺は硬直する。ミカも慌てたようにヒカルを咎めた。実はさ、恋人にプロポーズされたんだ。そうなんだ、おめでとう。ありがとう。
幸せそうに笑うヒカルさん。確かによく見てみると薬指に指輪がはめられていた。結婚する際についに性別も明かすらしい。今は事務所と一緒にその調整をしているそうだ。それでさ、思ったんだ。二人は結婚しないのかなって。実を言うと、10年前のプロポーズを考えていた際に指輪を用意していた。その指輪は俺のお守りとして肌身離さず持っている。今も言われて、ついポケットの中のそれに触れた。俺はミカさえ良ければ結婚したいと思っている。私は、秀樹にひどい態度と言葉をぶつけた。それでも、秀樹が許してくれるなら、これからも一緒にいたいと思ってるの。その言葉に、俺はそれを取り出した。え？それって、10年前、ミカに送ろうとしたものだよ。どうしても捨てられなかった。10年前のものだけど、受け取ったミカが指輪をつけてみると、それは彼女の指に合っていた。それだけ自分自身のスタイルとかにも気をつけていたんだなと感心してしまう。もう、秀樹ってば、告白の時といい、場所をもう少し考えてくれない？ミカの言葉に思わず苦笑した。確かに、告白の時も今もマンションのエントランス。ロマンチックのかけらもない。しかも、どっちも私が背中を押してるし。確かに。これは、今後、ヒカルさんに頭が上がらないな。それでも、この指輪を彼女に渡すことができて、本当に良かったと心の底から思った。そして、俺たちは無事に婚約した。数日後、二人は少し緊張した面持ちで出かける準備をしている。それも仕方ないことだろう。今日はついに、ヒカルさんの婚約発表と同時に、性別を公言する日なのだから。俺にできるのは二人の背を押すことだけ。大丈夫。今日もピカピカにして、ちょっと豪華な食事を用意して待っているからね。ありがとう、秀樹。うん、行ってきます。笑顔で出かけていく二人。それから数時間後には、ヒカルさんのことがいくつものニュースで流れた。反応は様々だ。中には、騙された、正直ショックというのもある。ただ、多くは、おめでとう。美男美女のお似合いカップルだ。性別なんて関係ない。これからもファンを続ける、と祝福するものばかりだった。それを見て、俺も安心していた。モデルとか、ファッションとかには未だ疎いけど、ヒカルさんのファンだ。だから、彼女が他のファンたちに受け入れられて、俺は嬉しかったのだ。そんなニュースが流れてしばらくした頃、ミカたちは帰ってきた。事務所がうまくやってくれたおかげで、誰かがついてきている様子もない。まあ、誰も入れるつもりはないけど。え、彼って。急にごめんね。彼がぜひ会いたいって。ちなみに、ミカたちは二人でなく三人で帰ってきた。ヒカルさんの婚約者も一緒だったのだ。その日は四人でお祝いし、俺たちはすっかり仲良くなった。遠回りはしたけれど、俺たちはお互いに夢をつかんだ。それだけじゃなく、俺は交友関係を広げることができた。あの時、連絡先を交換した婚約者とも、たまにいろんな話をしている。お互いにいろんな知識を教え合うのはとても楽しい。そんな俺たちに、彼女たちも嬉しそうにしていた。今、すごく幸せだよ。まだまだよ。これからも一緒にたくさん幸せになるんだから。これから俺たちは結婚式をする。初めは俺たちは結婚式をするつもりはなかった。お互いに忙しいし、年齢のこともあったからだ。ヒカルさんたちに、自分たちの結婚式を盛大に祝ったのだから、と言われ、気恥ずかしかったが結婚式を挙げることに。秀樹、私を許してくれてありがとう。俺こそ、もう一度俺の前に来てくれてありがとう。これからも仕事もプライベートも充実させていきたい。ミカと一緒に歩みたい。俺は心からそう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。